それでは、11月20日金曜日、立川ゲームオースの第5点、ブレイブルース、セントラルフィクション、第1回ランキングバトルシングル戦始めていきたいと思います。盛り上がっていきましょう。はい、では、スタートボタン押してください。私は一番最初の試合になりました。さあ、今日は33名、すげえ決めてくれましたね。記念すべき、ブレイブルー、なんだっけ、セントラル八王子の、セントラルフィッションね。はい。もう、あれ、うわ、ステージすげえ懐かしい。これ、誠がすげえ強かった時のステージだ。知ってる。コロナアッパーから6000くらい出た時のステージだよね、これ。さあ、懐かしいステージも出たところで、最初はゴロさんの誠とソルイットさんのラグナー。さあ、誠ラグナー、新しい技は互いに持っていることでしょう。ナイトメアエッジっていう技の名は知ってるんですが、誠のやつはどういう技なんだろう。さあ、コロナ、これはいつも通り、さあ、6秒重ねて、シーシー、デーイから、降りてきて、蹴られ崩せ、レベル2、コメントが、なんか気持ちでかい。さあ、ジャンシージャンピー、ジャンシージャンピー、エリアルはさすがにいつも通り。置き攻めに関しては、エクシードアクセルという新しい要素がね、どれだけ、こう、読み合いを、ぐるぐるさせるかっていうところはあると思うんですけど、まああの技強いですね。硬直が全然ねえの。さあここはな、おコズミックレイがなかなか早いな。シューティングスター。さあゴロさん、技大きい方いい感じでいっぱい披露してくれてるが、肝心の新技はまだ一回も出していない。これだ、なんだこれ。ジョルト、これはどういう性能をしていらっしゃるんでしょうか。詳しい人、立ちワーク、立っちゃうと当たる、つまり下段、じゃあ中段、なるほどね、中段みたいな技って感じですかね。さあデーから、これはインフェルノリューバイド割っていく、投げて、さあ地上サイズから拾える、なるほど。ここにただはクリスマンでアテンションなんだ。ここで伝えく、まあ、ラグナはなんかでかい評価点として2人からの金属技キャンプでしたっけができるようになったので、あとはこのナイトメアエッジのダウンを取れるという勉強なんですかね。はい、B 兄弟は A 兄弟を降りましたね。大阪に変わって、じゃあ次はゴロさんがここで知らない間にノーマドライブタッチャフレアで殺している。さあ勝利者のはゴロさんで、0回戦はゴロさんの勝ちというわけで、次の試合はじゃあ B 兄弟は水木対鳥さん行きましょうか。あ、これ旧ステージが復活したんだっけ。で、どんな旧ステージ。さあ、カルデの宝庫は中央でも壁ドンするようになり、とんでもない、前回父ちゃんが力を持ってきて、今回は息子もやっぱりまた力を戻してきましたね。父ちゃんもやっぱり変わってなかった。父ちゃん強かった。父ちゃん今回お墓立ってないからな。お墓立ってないの僕一匹知ってます。タワカタっていうキャラクターからお墓立ったらしいんですけど、さあどう、いやでもまだ空いてるからですね。まだ空いてるからな。さあ壮大な親子喧嘩ですが、実は親子喧嘩と見せかけて姉ちゃんと母ちゃんの女の対決かもしれない。鳥さんがコンボ決めて突っ込んでくる。オーバーダイブで回避、フォークで襲ってくる姉ちゃん。あ、どうなったの今。めくりブリオンになったのか。本体上飛んでるのにめくってるとかずるい。これが2対2の強さですね。さあ壮大な家族喧嘩から今度は親父が攻めてくる。そして母ちゃんも襲ってくる。中段上げて当て投げはしっかり抜ける。さあ大きな変更、カルルはペネレッツァが1ヒット、フォーコの突進でバッと中央壁番、DD がなくなる。もう ラッシュが追加されましたね。西ジャンキャンで、さっきちょっと流星君とか水君がやってたような気がしたんですけど、バフは残ってるっぽいと。バカじゃないの。
そして姉ちゃんの消費が多くなったんですが、回復もまあ早いという噂、効果で拾いきれず、鳥さんが無視力に手段で崩れてしまって親父死す。勝ったのは水木、それはまあまさしさんとかすが。さあこれだけ人数がいるにもかかわらず、ナオト0、ヒリキ1。あ、ナオトいる、いた、いた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 、挟まれてなかった。ということはナオト1、ヒリキ1。さあこれが CP2.0 でみんなまだやり直したいという思いなんでしょう。みんな旧キャラを愛しています。対するはジジイを捨てて若い忍者に乗り移ったマサシさんの響きですが、昨日また聞いたんですよ、マサシさんは響き取り押しすぎて調べることなくなったって言ってたんで、もう完璧なはずです。仕上がってるんですよ。なので、なので仕上がってボコボコに殴られている。さあ春日井が置き攻め中断し合ってる。はい、影響点終わった上あります。さっき待機してた服部くんとエッティさんお願いします。エッティさんいますか。すいません、今日は大会へ円滑な進行、人数を置いため円滑な進行のためにのじあいは、放棄でお願いします。さて動画の方に戻っていきましょう。あ、その前に影響体の次は、あどうせそのうち映るんで、桂馬渡るは影響体でやりましょう。桂馬渡る影響体です。今の試合が終わったら影響体、次お願いします。頑張っておいてください。さあ心への攻めが続いておりますが、画面始めクリエ判定なのか、それは B バンカーがバウンドするんだったの、爆発するんだったの。そんなことはさておき、響きが、貴重な響きがすごい勝ったんで、ラスト1着投げられておしまい。勝ったのは春日井心得。はい、そのまま B 兄弟呼び出していた龍馬ギケトマト始めてください。次 B 兄弟を呼び出しておきます。全力で応援てやる。さあ稼働初期初狩りで有名なチンゲこと坂本龍馬ですが、どこでこの176戦やってきたんでしょうか。すでに9段ダッシュ DTY だから、トマトは冷静に対処していく。6人がちょっとお腹押すようになったんですね。荒船は、今エルフェルト万一全一の付録も始めているようなので、はい、ちょっと楽しみです。そしておっと 2D も距離が変わったのか、キルおっそ、あれは新しいガトリングの追加でしたね。 2D がキャンセル可能になったんだな。あー、これ、浮かんちゃうの。あ、お、見せてしまって。いけろ。やだな、荒船の技にゲロとかあってさ、大体の名前がチンゲとかすげえやばいのに、やばいのこれ。さあ、そんなこと書いてるチンギ。楽園師匠、今回の楽園ってどうなの。あんまり虫振らない。ディバイダーは避けて、車輪、虫。さあ、綺麗に沿っていく。いや、綺麗に沿っていくか。パーですから EB タイプ。どうやってもね、あの CP で対抗戦とかでは、あの対象相手の対象誠を倒したりとか活躍はしてるんで、すごく楽しみですが、つけて取り変わって、押し付けて護衛タイプ。あー、ここでラーメン流さわっていく。中断に対しては避けてクリムゾン、クリムゾンだったよねこれ。弾き返したところ虫が襲いかかってくる。どこから回収するの。あ、再楽園禁止なんでしたっけ。ですね、罰になってる間は再楽園できないというとても親切設計になります。だから
前回のアラフェ確かにかなりキャラパワーはなかったとは思うんですけど、楽園のまま画面端になったらそのまま楽園楽園楽園と終わってたようなこともあったと思うんですけど、登録しなくなったんでそれはどうなるかわかんない。おっと、影響体はエティアマネのパッチということで、影響体は次は呼ばれてる人たち、ケイマワタルはやってください。ケイマワタルは影響体でお願いします。はい、次影響体呼んでおきます。マブカブキヨシは次ワタル君たちが終わったら影響体で試合になりますのでよろしくお願いします。そんなこと言った間に、おっとグラッドサイズがスライドダウンになってる。これで重たいグラッドサイズはどうなのか。しかし荒船はやっぱり変わらないですね。我慢して我慢して楽印をつけて使わない。あれを昔は発動保証みたいなものが存在保証みたいなのがあったんですが、つかないのか。果たしてやっぱりナイトメア1でしたっけ。無視巡って使うはず。それガークラなんです。フォアドライブ発動してるから、何ボン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 めちゃなんか一言で言うとボン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 モスラが出た。モスラーや、モスラ、あれそれだけ、それだけ新技紹介でした。はい、トマトの勝ちですね。では B 筐体そのまま兵隊 XDF 始めてください。The wheel of fate is turning. Rebel 1 Action!ここはのはキープから6A6B で拾って、タイムのバースト、サンシーが新モーションかっこいい。このコンボ見たことあんな。おっとミスってしまって、そうジンの大きな変更点はカンカン 6A、 あ、ヒルヒルバッドカンカン勝ちがなくなった。何かを想像してください。鏡くらいに 6CDD は健在、武装戦勝だからせっかちも健在、そのカウンターはちょっとスライドっぽい感じか。おっ、何シュタインズガンナーが弾けた。 6CDD が弾けてそのゲームは下げれない。右に刺していったところ、ジャンプ攻撃食らってしまった。おっ、あ、シュタインズガンナーを動かす技なんですね。さあいいですね、新作って感じがしてどん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 技が紹介されております。よいしょ、発生が早い。他のキャラと同じように下げれば隙だらけ。今までは、ね、襲って終わり手出してカウンターってことがありましたが、これシュタインズランナーにフォースハンターちゃんとあるのかな。ある。そんなこと言ってる間に兵隊が一気にダメージを取っていっているが、ここで 2A タイプからダメージを取って、サンシーモーションがいちいちかっこいい。この男、押し入れが強がるようになった。でも壁番しない。 2C タイプで一気に兵隊が持っていく。はい、じゃあ B 筐体バレル 8C 始めてください。その次 B 筐体はイザヨいねえな。じゃあこれもとなっちゃった。まあいいやいいやいや、ペイガーの立ち絵はね、コラが昔ありましたね。立ち絵が紹介された瞬間にボディが奪われ、なんか引き寄せが奪われ、なんかいろいろ奪われて、俺の力がこんな奪われて切れてるみたいな感じの立ち絵でしたが、本作はプラチナペイガー、まあ、今までの組み合わせ通りだとプラチナが有利だなと思いますが、どうなんでしょうか。新しい技ブーメランみたいなのを披露してくれてところから始まりますが、泡で吸われる、すごい飛んだ、でも2500、ガジェットウィンがちょっと離れちゃうんです。それは吸えません。割れて、だけど今ちょっともう猛暑に戻ろうとしてたから本当に短いと思います。プレゼントから上まみさん、今度はテイガーのコンボからバゼを使ったコンボ、おしゃれに見せていくがバーストで高い木。さてまだ誰も使っていませんが、オーバードライブ中にエキシードアクセル、それですね、本作の大きな目玉。
プロレスっぽい技、無敵ないんだよ、無敵ないんだよ。可動日からいいですね、ハープニングがいっぱい続出しております。さあ地味な変更点なんですが、ちょっとステージのことについても、まあ、さっきこの試合を選んでって言ったんですけど、今回選ばれなくて、この試合の後ろに今どこで大会開いてますみたいな真ん中にメッセージが出たりするんですね。今立川金曜大城5点金曜ラバットみたいな感じで書いてあって、そんな変更点もスタッフの愛が伝わります。そうこうしてるうちに上マミさんで落として、あわこの先は変わんない、上マミさんそれ本格じゃないの、スパークボルトから画面端へ跳ねなくなりました。バットは甘え、ヨンディから2B で、 2B で 4B スパッシュ下波さん、これ当たっちゃう、一気に持ってった、勝ったのはバレルテイガー、計算通りだな、テイガーウィン、はい、じゃあこれる早い、あ、出ましたね。後ろに書いて、立川ゲームオースの第5点、金曜ランバとシングル戦、コロシアムだと、こういうようなサービスも追加されました。なるほど。合格だ。さて、オープニングムービーを2人でじっくり見ておりますが、おっと、影響と面白いことになってる。マグカップが死にそう。やはり、弱くなっ、あ、強いままといえど、まあ、動画に戻っていきましょう。この2キャラはカグラに関しては昨日ちょっと対戦したんですけど、あ、なんか新しいモーションになってますね。ジャンピー、イザヤはジャンプ攻撃がそんなに強くなくなったっていうような話が聞きましたか。火力が変わってるんだけど、カグラ大丈夫なのか、落としてマブカブ負けたー、誰でも勝てなかったか、大技です、そして技を食らう、ジャスティス隠しない、さあオジムーブ、オジムーブ超強い、影響体は明石龍生やってますね。誠さっき映ったから、じゃあ竹山時成さん B 強体待機で、おちんと私が影響体です。動画に戻っていきましょう。カグラが画面外れ、攻めていく、これはこれあかんのちゃう、これあかんやつね、多分きっと多分まだ続く、バーンでしょ、ドドドドドーンでしょ、すげえヘッド中段からなんかジョニーの空中ミストみたいなのが見えたんですが、あーこれはアストレア、あーアストレア甘えだったか、この程度なら問題、ロクシーに差し込んでいく、イザヤイはなんか、うん、モーション変わってんのと、何ノーマルジでもノーマルジでもホバーラッシュみたいになったの、なんかイザヤは結構変更点があるけど面白いですね。斬新入ってなんかすごいスローに見える、無敵ない、これはどうなる、まだ続く、ここでファーストアップ、これ次食らったら終わっちゃうやつやね、飛び道具3本、林さん終了のお知らせです。はい、 B 兄弟ビコーズタチョ、ビコーズタチョ、タチョThe wheel of fate is turning. Rebel 1. 動画台の方は革命千葉です。革命はかなり変更点が多く、千秋も新しい、千秋の新しい技面白いよね、あれね、ガードさせて何有利なのかな、ねえ、ガードしちゃいけない技なんだろうな、ここからコンボつながっちゃうんで、
割と純粋な強化かなと思うんですけど、まあ対戦ももちろん良くないと思うんですが、あいつら白面も割と面白そうな性能はしていて、ダメージはいろいろ下がったものの、まあ、その周りは強化と言ってもいいんじゃないでしょうか。ジャンプ当てみたら見せてしまって中断、これですね。おまけで、なんか2回打ったぞ。残鉄、これは中段には3回飛んで、これがイザヨイの力で。レベル2アクション。さて、二周回転しっかりする。はい、じゃあ影響と明石さんの勝利です。ということで、おちんと私が、おちんと私が影響体ですね。おちんさんいますか。おちんさん、おちんさんです。おちんさん、おちんさんいますか。おちんさん、はい、じゃあ次カルパッチョさんのアマネとユウキチ。さあ次はカルパッチョさんのアマネとユウキチくんのナオトインテライミ。このキャラはなんかすごいパッと見た感じ KOF 感漂ってて、まあ、結構かっこいいなって思ったんだけど、実際どういうキャラなんでしょうか。あんたには悪いな、さっさと蹴りをつけさせてもらう。あ、ダッシュキャンセルを駆使するキャラクターで、まあ、スタンダードよりの感じ。さあ KOF っぽいとか言ってたらいきなりアマネがハリケーンアッパーを出してましたね。どういうことでしょうか。え、そうだ。さあベンベン、さあヒット数が半端じゃない。そして4点出ている。飛び降りて、ナオトはこの組み合わせおそらく走るのがいいかと思うんですけど、アマネ戦は基本的に走ると割といいことがあるとか変わってなければ。さあマジで強烈っぽいランの、なんか走り方すごい汚い強化が漂ってるからね。ほらほらほら、ハリケーンアッパー。さあすごい KOF 感が出ている。さあ開幕激連、さすがにこの太い読みは通らないが、おお、なんで足剣が通っている。さあ暗い判定はちゃんとぎっしり入ってますよと。うわー、なんだおでさあ、なんか新ウーみたいな技出ましたね。どれヤクザキス。さあこれはメル。さあハリケーンアッパー、ここで後ろしてるわ。止まれて効果剣弾当たらない。さあこのとだるい、どうにかこうにか突っ込まないといけないけど、どうやって突っ込むのっていうところ。さあ AB 兄弟ちょうど両方とも回りましたね。 B 兄弟は、こっち。さあ動画の方見ていきましょう。なんだこれは、おれやー、すごい。くる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 、まだ押して、ゴブらしいよ。コロコロコロ、ジャンプでとがめられた。押しているのは竹山ですが、冷静に差し返していくのは時のりさんの。めくりはガードできない、捨てなくて。あ、コロコロしたら上からドスンと落とされて、あっという間に追いつかれた。冷静に対処。いや、これが SOB 出場者ですよ。仕上がってる。あれ、下段とはないんですかね、コロコロは。
値段なんですね。はい、減るやん、減るじゃん。ヒット6 D でしょう。まあ可動初期って感じがして、コモミサーご愛嬌。ダニー値段から上手い、シードスケする、負けた。投げし投げし、なんかあっという間に死んでた。影響体はトマトの勝ち。じゃあ影響体、ヘイタカルパッチョいきましょう。ヘイタカルパッチョ、トマトの勝ち。影響体ヘイタカルパッチョいきましょう。動画での方は大阪瑞希、ライチもかなり変更があって、ロケテルネットワークテストの時にはいろいろ言いたいことはあるけど我慢しとくっつって我慢してて大阪くんですが、50回ぐらいすでにキャラ変えるらしい。早いよもう。あのさ、ちょうどまあアークのゲームだから話題にあると思うけどさ、あのジャムが大きく強化食らってるじゃないですか。いや別にそう、いやあのなんだろうな、読めたら変わっちゃうのまあそうじゃないと思うんですよ。そうじゃないと、あまりにもジャム人口が減ったから挑戦しようっていう思いもあるんだと思うんですけど、タイミングが読めたら変わっちゃうのみたいに取られちゃうからね、出たものを楽しめばいいじゃないって思うんですけど、なかなかそうはいかないんだよな。ちなみに僕はネットワークテストを1回だけ触りましたけど、あのアンケートはそういう出たものを楽しもうというスタンスなので何も書きませんでした。そんなことはどうでもいい、そんなどうでもいいんだけど、動画内の方を見ていきましょう。壁番して A ヒロイン、ランプから投げ、パレルがずるい連携たくさん増えている。あれ影響体はヘータカルパッチョ、ヘータカルパッチョ、お呼び出しです。影響体でやってください。さっき呼んでますよ。パッチョさんいますか。あのどこのゲーセンもそうだと思うんですが、これからいっぱいたくさん大会あると思うんで、あの運営さんに協力してあげてください。やりたいのはとても分かるんです、僕だってやりたいです、分かるんですけど、カルパッチョさんが飛べない。大丈夫いますか。はい、じゃあ OK ですね、始まりました。 OKOK、おっと、じゃあ動画内に戻ってください。今情報で 3C から 1C がつながると、つまり防衛処置状態ですよね。めくりはまあちょっと多少遅くなったのかなとは思えば、やっぱりはい、あ、いやもう配信状態で流しました。ヘタさん遅いです。ほらほら、実況聞いてないのとか画面を見てないの、そういう証拠だよ。画面見てない証拠。さあ画面端の攻めで水木が攻めている。大阪苦しい。いやー F 式マジで F 式消えたんじゃないの、パパから減っただけ。姉ちゃん一回の早い。さあ今作の目玉であるアクティブフローだと思うんですけど、1ラウンドに1回、だからまだ水木はアクティブフロー状態を残してる状態なので、これでも溜まる可能性は十分あるなもんで、耐え忍べば蘇れたと思うんですが、大阪が一気に猛攻を仕掛けていって、三振三振。さっきから2Dをしてるのは何警戒でしょう。ボランテ最後に来た、勝ったのは水木。ごめんなさい、イト君は次ボス。
すってありですか。 The Wheel of Fate is turning. Rebel 1 Action。 サファイア動画2つ目。ボルキード手段見せて。何今の新しい技。なんか新しい技が結構追加されてるんですか。ハサに関しては僕情報が全くわからないため、ウロボロスがガードでたまりません。かなり苦しいんじゃないですか。それはそれはいいですね。ハサも苦しむ時代が来たとか。いやでもこの男ゴミがプラス1である限り近接が強すぎる。お、ジャイアクに無敵じゃない。置き止めし放題じゃん。発生が早い。でも勝っているのはハザマ。ダンシー、これはこれは何、キレイコツ違うの、代わりの何か。ダメージすごい殴り合いなんだけど、コンボ一回もいけない。アクティから A バンカーはつながらない。ザニシーがダウン。イエーをこすって発展して雷からテイン。これは健在なんですね。アクティ壁中弾落として雷スタシゲ弾をしゃがみくらいからザニシーを飛びくる。いやー好きだらけだった。持ち危ない。ホイールが来た来た来た。新しい技ぐる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 。お披露目ありがとうございます。こんなレベル3アクション。さあ最終ラウンドめくりからあれは何、なんかいろいろ技が変わってて面白いな。あ、これあれなんですね、次元爆弾設置技に変わったんですね。あ、面白いなところへ。でも拾い切れてない。これは片半。そしてザネがオーバードライフ。オッケー、拾いからこれ足りるでしょう。スーパードーン最後はスーパードーンでフィニッシュ。時間の無駄だ、もう来るなよ。さて、さあ続いてはケーマー君のカグラとキヨシのニュー13。さあ前作でまあもう終わったことなんで言うんですけど、とてもとてもとても強かったキャラクターなので、今作はまあおそらくかなり牙は抜かれているとは思うんですが、実際どうなんでしょうか。さあルミナスなんちゃらからのルミナスなんとか、それ紹介してるからいいですよ。さあルミナスなんちゃらくれ。さあこういう攻め系というか、こういう固めが今回のニューのトレンドなんでしょうか。さあ DD、 さあ 4D になんか 110% のボーナス補正がついてるだとかなんだか聞きましたが、スクワットの回数は3回まで派生ということで、少なくなってるということですね。確か話聞く限りはルミナス。さあそれに対してケイマカグラはやることはあまり変わっていない。なんやかんやってワイバー投げて壁はドン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 、いつもの。さあバックシーファクつないでサイリン。おお、かっこいい技がワイバーン。うわかっこいいな、かっこいいな。最後は2しっかりこすって、まず1本取ったのはキヨシ。次さあディ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 、あ後ろシックル、ジャニーさん後ろシックルがあれになったんですね。よろけだ、ほんまにいけませんよっていう。さあ誠七夜が勝ってますね、影響体の。じゃあ次どこやります。さあ試合の方
まあ、小杉瑞希はじゃあ遠距離でお願いします。さあ4D で A さあクレキャンから行きたいところ、さあ鬼切れるか神楽で中断章は叩き落としてダウン取れとかあかんよ。で、最後は後ろ引くで白切り。次赤スタント隊長次見ていきましょう。赤瀬さんのあつらえる隊、隊長隊長の、椿。さあ久しぶりにゲームセンターに帰ってきました。高弘さん今まではひたすら家にパソコンで外国人に対する深い怒りをあらわにしていたところなんですが、ここに来てようやく日の光を浴びるゲームセンターという環境に帰ってきました。 CF では今回は引退せずにこのバージョン完走することができるのか。さあ対するアズラエル、なんかねキャラクターレビューでまさかの11点数百貨落としからニュートラルで待っていく。これは槍を使ってタイガーコブラ手を取り続けちゃうんだ。サードバイクだけでこれ抜ける。しかしこれはダメの椿が何しとんやん。さああっち行ってこっち行って昇竜拳。さあ高井さん引退が近いか。さあ昔はテイガー今回は集める第7期間に引退を告げられる男。さあ引退は近い。タイガーコブラレオパルトブラックホークスティンガー。さあ高井さん引退まであと1ラウンド。さあ西から上がつく。ここにだから 5D がね弱点なしでもよろけるっていう。何ていうサブスタバスターからバックサガリの下がついて上ロケは転がない。サブスタバスターに対してやはり最強状態はいいスキンがかかってますね。さあ状態が高い椿が取って下がついてタイガーコブラレオパルド。さあまだ引退終わらない。まだ引退ですね。エクシードオーバードライブからのエクシードアクセルに対してオーディオを合わせてコロボ。なんでなんで。さあしかしまだコロボ状態が続いてるぞ。何もありません。最後はグッサフ高弘椿ここで引退。次30代全員死亡つってあさあここまで意外とそうか30代というところで実況しなきゃね。でさあブレイブローズ誰が残ってるのっていう話になり、私と明石さんとあと誰ってなったら平太さんがいましたね。いやーブレイブルー、最近の格闘ゲームではあるにもかかわらずキルティよりね新しいゲームであるにもかかわらずそう発表初期に頑張ってるのはおじさん組。おじさん、そう、私ブレイブルー初めて触ったの24歳ぐらい23ぐらい24。なるほど。でも今いろんな年代の人もね出てきて、特に CP2.0 に関しては優勝者が軒並み後半の方から出てきたプレイヤーだったので。さあそしてモスラや、モスラって本当ダイブするだけなの？どういう性能なの？あ、なるほど、かわいい。そんなことはさておき、ペータさんがガン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 攻めていく。しかしラックインがついてしまったぞ。斜め下からビームシっぽいのが出てきてた。何当たる？いやトマトが前進している。あーシームシが最後刺さる。
さあ、荒くね、割とゴミ袋じゃない、千葉のプレイヤーに荒くのゴミ袋っていうプレイヤーがいましたね。そんなことはさておき、あ、そう、千葉といえばゲームが終わった時に特徴しますので、ちょっとお楽しみに。減るなあ、そこからあんなダメージに加算しちゃうんだ。さあさあ、影響体あっという間に終わった。30代頑張っております。どうしよう、俺ら影響体ですか、どっちでもいいよ。やっちゃうじゃあちょっと準決勝出場者はちょっとお待ちください。そんなこと言ってたらヘイトさんが端っこ来るよ、来るよ。わー、できない、ファーストマイル、あそこでインバースルーから神だった。さあ、ここで使わせることに成功。パミュとトリとパミュとトリエ、最後はトマトが鳥を刺していった。はい、じゃあ明石対五郎さんです、お願いします。さあ、でベスト8最後の試合、五郎誠対明石アズラエル、おじさん対おじさん。さあ、どちらが強い30代なのか。さあ、この両者勝ったら次は30代。なるほど。さあ、おじさん同士の壮絶なこの試合が始まる。コメントキャノンはもう一つのデカくなる仕様に変わったっぽいです。これは上から固まる明石王子、そしてマスター、しかしモルターを握っているゴロ王子、出っ張り、ギリギリ、ここは繋がりじゃない。あー、このナンパ、これはちょっと怖い思いをしたが、ここにどけ。さあ、やはりこの上を追う能力はやはりゴロフさん、さすがといったところですね。うわー、うめー、今の、何今の見ましたか、これが年の子ってやつですよ。さあ、渋いゲラン。さあ、ところどころに老害な策を散りばめていく。しかし今の反応は非常に若い。さあ、五郎さんが若さと老害さ兼ね備えてついに最強になるのか。まあ、もともと誠業界には最強コースだったんですが、さあ、まず青一でそこで五輪がなんてよどけるんだい。さあ、これを受け止めさせない。うまっすぎるんですけど。さあ、スーパー100貫落としから、え、マジで。さあ、これゴロさん、あ、チームフローを捨ててでも、うん、さらけ出した硬直。さあ、可動式だからといって上流拳、さすがに見落としはしない。コロナ落として、下段でいく、下段でいく、えぇ、ここにインパクト、ランサーテリアレイ、果たして決めた、決めた、でかい、ゴリエ、なんで。さあ、これはさすがにリミートラッシュ残らない。勝利したのは五郎さんの方でした。素晴らしい。一本マコト。さあ、続いて出てくるのはトマト対水木、ベスト41回戦。おお、水木ランクアップマッチ。さあ、2人とも稼働2日目とは思えないぐらい試合をしている、やる気いいですね。いや、本当にいいなって思うのは、今日ね、稼働して2日目にもかかわらず全員すげえ元気よく殺し合ってるところなんで、こいつらコンボ練習する気ね、もういい、もう今殺したいんですよ、コンボなんてできてなくても。さあ、これはエクスダンセルがかわされて、ゆうちゃんがめっちゃ攻撃を受け止めている。さあ、中段中段から、これはクラゲ、さすがに発パンチ、
バッティング一発で、しかしこれは突き押さなきゃの結果になる。落として、さあ姉ちゃんがここで新技を表明、 2D でボコボコ投げて、おい、それ繋がんねえ。さあこれは根本研究もかなりやりがいがありそうですね。なぜ繋がらないみたいなコンボが結構似てますね今の。投げて、そういえばこのゲームって本当に大会とかで音はあんまり聞こえないんですけど、ボイスも変わってる？変わってんだ。え、じゃあバルケンもイエーイって言わないの？え、バルケンは言ってくれんの？嬉しい。さあ試合にかけることをペラペラ喋ってたら、トマトが取っている。やはり今回の荒くね、中身はお宝がいっぱい詰まっているのか。これは前作はおそらく食べ残しとかがいっぱい入っていたであろう荒くねですが、ここはターミンを落としていく。さあこれ耳がなかなかつかないものの、ちょっとずつ楽印は確実に溜まっている。さあギリギリはついてくる消したものの、状況的にはふわふわと行ったり来たりの荒くれをいかに捉えるかというところ。シャリンから楽印状態で置き止めに入る。エキシラクセルは使わない。しかしここで崩れたのはカレル側、サイラクインはできません。バッテンがついている。アレグレスからブランデー、この壁はしっかり落としきれない。さあ一瞬にかかったもののさあフォークでどんどんダウンを取っていく。エキシラクセルカモ。さあオーディからセグリル打っていく。これは投げ、うわー絶対漏れたろお前。さあジャパンからこれ勝ち確だったが落としてしまって、さあ対決。しかしガンダーと謎のオーラで三月が取り返す。まだやる。レベル3アクション。さあこれはファイナルラウンド一人、水木としてはいい流れ。しかしトマトもここでね立て直すあれは十分にありますね。おそらくカルラーラクね、かなりゆっくりとした展開で序盤進むと思うので、なんとか立て直したいところだが、落としてフリオは当たらない。そしてうまく逃げる。6秒押せ。さあパミュー、パミューで落っこしていく。アテンション、あのアテンションっていうのは何ですかね。アクティブフローの前兆ですかね。ああ、だんだん元気になってきたよみたいな。なるほど、ストレッチパワーがこの辺に溜まってきたのをサインですかね。さあストレッチパワー使っていく。さあ下段に崩して、そうだろ。さあこれはオーディーだな。足元は救われている。クタイク、勝ったな水木。しかしお互いにまだまだ決定打になるような一撃は入っていない。ダイブ。さあ上のキルが気になるところ、これは水木甘じて受け入れていく。パミュー、パミュー、さあラグについた。ここでしかしフォークから拾い直して、これはシャリン、タイムアップ。勝利したのはトマト。やる。次五郎さんとおじ。さあ準決勝第2試合見ていきましょう。五郎さん対コレールさん、またしてもおじさん同士、お互いにかなり若さあふれるプレーをしてくれる2人ですが、今回アストリアが何か正解みたいな雰囲気、風潮漂ってるらしく、ついに膝酔いに
まあ、オジに座右が追いついたんですよね。ようやく。さあ、うわ、うまい、今の。今の吹雪は素晴らしい。さあ、ここで編集したもののパワーを握ってるのは、五郎誠。インフィニットラッシュで、とりあえず台を取ったが、ホーバーから、だから、イザヤちょっとモーション変わりましたね。ジョニーっぽい。そのうち切り出すんじゃないですか。さあ、上はしっかり見えてます。やはりこの男は、その辺の反応はさすがですね。しかし、それを全て、なかったことにする。王子のプレー、これはしかし、下段で崩れて、レイ、シシ、ミシ、コメシロ。俺、減らなくなったのが、カズヤヘイトに言った瞬間に寒いようにくりましたけどね。当てにならない。最初、アストレア、アストレア、若い、ベリーベリーヤング。これ、アストレア何が強くなったの？ガフ？そんな変わってない。え、じゃあ前から強いんだ。再強化された。ハンドが強いんだ。へえ、なるほどね。とか言ってたら、惜しい、惜しい。さあ、しかしここで4とも溜まっているぞ。 6A がしゃがみくらい。ミシン、さあレイ、シンシン、これは基礎コンで倒しきる。五郎誠取り返してファイナルラウンドに持っていく。バソオジユリ、これはバイク取り切れない。早めにこれは他者に行こう。さあ3点、画面中央でこのダメージ十分でしょう。さあ6シーン、コロナ落として飛び越し、シュナーサル。あー、なるほど。さあこれはしっかり邪魔進化されて勝利者の王子。さて3位決定戦、五郎誠対水木カルル。だんだんメンツがいつも通りになってまいりました。カルル対誠という組み合わせ、どうなるの。シシン6シーンで、これはとりあえずクライミングみたいな形になって、さあやはり簡単には飛ばせないぞと五郎誠がしっかり攻めていく。これは青木だが、ちゃんとやれば5歳下がるでしょうね。クシュアンスしてる、これは確認なくさい。なんだあれ。なんかちっちゃいなんかレゴブロックみたいなのが、ちっちゃいレゴブロックとでっかいレゴブロック。他のキャラのエクシドアクセルって結構演出が簡素なんですね。なぜ僕のキャラだけあんな、なんかベーンみたいな感じなんですよ。さあこれはしゃがんでると当たっちゃうらしい、立ってるとは分かんないけど、どっちかだと当たるらしいですよ。ジョルト分からない、ちょっと何がし。さあ、一本目はオロマコトが取りましたが、アニマの時にね、あの姉ちゃん走ってくるのマジヤバくない？これ。アニマ、うわーみたいな。さあ彼の体力はモリモリ減っているが、姉ちゃんの体力はモリモリ回復している。ニエニエ、下段で崩れた。終わらせましょうから、エクシードアクセル。さあ彼はやはり姉ちゃんとの連携が強力ですね。おっと出ちゃったけど、シシコロナ中段を埋める。西が当たって、おお、これはよく拾いました。トリオ、さあ単発してね、単発してね。さあ兄ちゃんの距離はちょっと遠かったので、これはカルルが一人で攻める羽目になった。早いって。
っちゃった。おかしいな、これやるとゴロさんに怒られるんだけどな。3位はゴロさんですね。おめでとうございます。じゃあ決勝いきましょう。トマトさあ、本日の決勝戦、何の因果か、セントラルフィクション第1回目の大会はセントラル八王子勢のお二人によって決まる。この八王子分かれずバトル立川出張編、一発勝負は王子対トマト。さあ、いざよい対荒くね、変わってなければ荒くねがだるそうですが、今回の荒くねはなかなかに何かを起こす予感がしてくるキャラクターですが、開幕取ってるのは王子。記念すべき稼働2日目第1回ランバトを制するのはどちらなのか。さあ、霧を吐きたい荒くね。さあ、霧を吐いて髪は重ならない。待って、まあさすがに動画残ってるから後でビデオ判定したいんだけど、歩いてたよね。分身、あ、なるほどね。 あれ分身なんだよ。今あってはいけないことが起きてる。無敵みたいな、弾無敵あんの。通常歩き弾無敵はさすがに強すぎでは。だって入線こうやってこんにちはってやってるだけで勝てるじゃん。そして中央線触ったのはトマト側。さあ、お前も骨折させやると言わんばかりの下段で崩して、さあこれは残らないんか、なかろうか。逆に使いましたね、今インバース打ちながらのゴロ。しかしこれはギリギリで文字が生き残ってる。アトリア、コーナーでガンガン行って一つパスト。ソニックセイバー、ソニックセイバー、 いっぱい出てきてる。さあ、ジンキサラギみたいなこと、グダゲー。いや、ジンのはダメだよ、あれコールじゃん。さあ、これはまず攻めるのは王子、中段で崩して一術、ここは割り切っていい暴れ。ていうか、ほんとさ、今日さ、すべての試合通してさ、みんなさ、ぶつかるとは思えないぐらいレベル高いよ。まあ、おそらくね、急にね、昨日だけ風邪ひいた人いっぱいいたんでしょうね。昨日もしかしたら僕体調悪いかもしれないから会社休んじゃおうみたいな、学校休んじゃおうみたいな。さあ、フローがここで二回目に転倒してる。さあ、これはカウント我慢して、おめでとう。モスラーや、モスラーや。さあ、急にインフォント通りだったが、モスラーはあまり仕事しなかった。さて、ということで本日の記念すべき第1回大会優勝はこれでイサヨイ、おめでとうございます。イエーイ。さあ、部員の嵐、部員の嵐。じゃあ、オジ、なんか一言ください。オジ、おめでとうございます。はい、昨日から CF 稼働してこんなに来ていただいてありがとうございます。セントラル八王子でもぜひやってるんでよろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、そして大事な大事な発表がここであるので、ゴロさんお願いします。はい、1月23日、土曜日、立川ゲームオスロー5号店で、立川八王子連合対千葉の対抗戦が決定しました。
形式は20オン20で、初中級枠は3名で、基本的にはランバ、立川八王子ランバトを使いますが、今回は新要素で、八王子わからせバトルを使います。はい、で、八王子わからせバトルはランキングが下のものが上のものに挑戦権がある。勝てばポイント1ポイント動きます。ただし負けたら1ポイント減ります。ただそうすると勝負ね、なかなかしたくないって人も出てくると思うんで、上のものは負けてもリスクはありません。下のものにしかリスクが生じないシステムになってます。で、週1回しか使えません。で、同じ相手には1回しか使えません、期間中。なので1人4枚チケットを持ってると思ってください。で、1週間に1回この人とやりたい、で、都合が合えばその人とやる。負けたらプラス1、勝ったらマイナス1、挑戦された側はありません。はい、っていうようなシステムでやりたいと思っております。で、ただし、はい、じゃあ明石さんが、例えば春日井とやりたいってやって、春日井に負けます。はい、でももう一回個人的にやりたいなってのは全然構いません。ポイント変動がないだけです。じゃあそこも利用して構いません。分からせは分からせです。はい、なので例えばポイント1,2,3で3のやつしか入ってないとき、2のやつが3のやつにチャレンジします。負けると1ポイント減ります。下のやつはチャレンジ権がまだ残ってるわけですよね。相当危ないことになります。はい、とかそういうようなところも出てきますので、もちろん、その事前エントリーはロチャさんの方で作っていただけるそうなので、そちらの方でポイント変動の場合は、エントリーをしてください。逆にチケットは余ってます、ポイント変動使わないで対戦この人としたいですっていうのも大丈夫です、可能です。分からせがポイント変動だけになっても困るので、そのどちらも対応しますのでよろしくお願いします。ただ期間内はどうしてもちょっとポイント変動の人を優先する可能性もありますが、それはご理解ください。はい、ということで上位17名プラス初中級枠3名決めたいと思います。ただ今台の動き方がちょっとわからないので、初中級枠、ギルティと同じであれば15段と考えておりますが、そこまで行くかどうかも怪しいので、そこら辺はまたちょっとロチャさんと加計さんの方と相談させてください。お願いします。はい、以上です。何か質問があれば私までお願いします。はい、とりあえず第1回目の大会、まあね、みんなお祭り騒ぎだったんで、どうせこの後みんなね、まとまってって動きが洗練されていくと思います。今日は誰が勝っても正直おかしくない大会だったので、まあいいんじゃないでしょうか。ボタンを強く押した者が勝つ、ね、はい、ということで、本日33名もお集まりいただきありがとうございました。動画に上がると思うので皆さん楽しみにしててください。はい、本日お疲れ様でした。